はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスケストゥというわけでいいの実況していきたいと思います。651日目のログイン&日記です。おぉ、ホタルちゃんぴょんこぴょんこ、服の上からでもわかる、そんなバカな。うん、よしよし、あんな分厚い、なんでもない。うんうん、メリッ、あずきさん、うん、なるほど。キャミセガールズペア、ビガテックガールズペア、子供宣伝ガールズペア、今回もパッとしなそうだ。でも最後にワンチャンまくれる、何かが、何を持ってまくりとするかわからないけどまくれる。うん、深夜勤務手当はないですよ。私も深夜勤務手当が1時間減りました。給料が下がりそうで怖いです。給料というか、まあ給料。うん。なんですかね。うん。頑張っていきたい。いろんな意味でね。いろんな意味で頑張ってきた。いろんなことを全てにおいて。うん。まあ、ゆで楽しくね。楽しさがまず大前提だからね。楽しくなければ意味がない。って私は思ってます。人生な。全て人生においては楽しみが優先されなきゃいけないと私は思うよ。うん。そして楽しさは、楽しいか楽しくないかを決めるのは自分自身。つまり自分が楽しいと思えば全て何事も全てが楽しいのであるということでございました。はい、終わっちゃった。いや、うん、なんだかない。ミリ、全部ミリしか選ばないんだ。あら、うん。今日が5日。5、6だな、あと3日間か。あと3日で1万スコア。まあ、いけるけどね、一撃でなんならっていけるんですけど、エリサ使ったじゃないかーい。次はこの動画撮ってる間に、めちゃめちゃな、ラッシュを見せたい。めちゃめちゃな。はちゃめちゃなラッシュ。メイディしか選ばない。頼むぞ。なんでやねん。あ、これあかんやつか。いや、まだチャンスあるよ。まだ、まだもう一回ぐらい。あるぞ。メイディしか選ばないからね。頼むぞ。きたー。弱いやつだね。でもさ、なんか緑でさ、この輪っかが2個ぐらいあるやつ、単発でやっぱ終わったりするよね。なんかよくわかんないな。あ、でかい。一発目でかい、これは。右しかやばいからね。でも、なんだかんだで、でも緑のやつで、うん。まあ、言って、この今の弱演出みたいなやつでも、十何連とか聞いたことあるしね。右音切りとかで。まあ、よくわかんないけどね、システムはね。で、一番上のさ、いいやつ、あんま 見た覚えがないんだよね。お、ちゃんとまだまだワンチャンスあるぞ。もう一回見せていきたい。ミリッ、ミリッ、ミリッって言って、うん、それはいいんだけど。まあ、一番弱そうなやつだけども、でもこれが本当に続くことも全然ザラにあるんでね。ザラですよ、ザラ。アスラミザラみたい。しょうもないこと言ったから。なんでもない。よし。で、これ3万スコア達成したんじゃないですか。あと1万。うん、1万弱。3日で1万弱。まあ、いけるんじゃないんでしょうかね。と、見とこう。ちなみに何がもらえるんですっけ。アビリティメモかだっけ。あ、じゃあ、UR メニゲント使えるか。まあ、無理することないけど、やっぱ探索エリクサーが。探索エリクサーといわゆるアビリティメモが手に入るのはでかいですね。ごめんなさいね。悪気を超えてしまいました。すぐ超えちゃうからね。で、なんか見ようとしたんだけど、何やっけ。何かを見つけたと、一応なんかダイバージェンスのその色がさ、一応ね、なんか書いてあったよね。これか。これ見たことない、右。多分、前回のやつも多分聞いたことない。ここまでしか聞いたことない。継続する確率は変わる。緑でもね、これでも最高12連か、ぐらい聞いたことあるよ。え、18連だっけな、最高。これがむしろ単発多いんですよね。でも一応今回は10連ぐらい引いたけど、こいつ見たことないね、これ。激レアなんですかね。これ引けば多分20何連とかいけるんじゃない？わかんないけど。そういう報告もありますからね、ツイッターとかで見ましたけど。28連だっけ。とんでもないよね。そうそうそう、ちなみに、どうやらね、今回これが目玉なのかな。今日ほとんどやることないから、いずれ何度かもやりますか、お願いですけど。あれこれさ、お知らせ来てなかったっけ。ああ、これ。
でもね、コラボ、そう、10月にはコラボが来るという話があったんですけど、何コラボかな、ワクワクで思ったら、まあ、同じスクエニさんのソフトである、ヴァルキリーアナトミア、ソフトじゃないね。うん、ヴァルキリーアナトミアは、しかも G オリジンとかだよね。スマホアプリなんだよね。まあ、私、ヴァルキリーシリーズは、ヴァルキリープロファイルが死ぬほど好きで、めちゃくちゃやりました。大好きでした、ヴァルキリープロファイルの世界観、ゲームシステム、バトルシステム。そして BGM かなり神がかったソフトだと私は思ってます。まあ、私むしろスターオーシャンの頃からトライエースさんはすごい好きで、お世話になってましたね、いろんな意味で。だがしかしヴァルキリープロファイル2はちょっとシステムが何でもない、やめよう。いや、アナトミアもね、容量があったらね、触ってみたかったんですけどね、と思ったらこれだけがいい。10月8日でしょ。ああ、なるほど、8日からか。どうなんですかね、楽しみですね。ヴァルキリーが使えるのかなって。私、アナトミアはわかんないんだよな。多分、アナトミアってでも、スマホアプリってことは多分、ヴァルキリープロファイルの1と2とか、あと確かその後にもなんか出てるんだよね、確か。なんだっけ、シルメリア？シルメリアだっけ？なんか出てるのよ。ヴァルキリープロファイルのシリーズって実は。なので、まあ、その辺のコラボキャラ的なのが出てくるのか、もしくはまあ、何かあるのかなっていう。まあ、結構楽しみですよね。まあ、多分マルチメモコが、まあ、少なくともヴァルキリー、もしくは、ヴァルキリーってどうなの？シリーズ的にずっとレナスが主人公なのかちょっとわかんないんだけど、まあ、レナスとかが来るのかな？もしかしたらね、楽しみですね。ちなみに私はアリューゼが好きでした。舐めてんじゃねえ。俺は誰だと思ってやがるっていうあの先が。新しいメモコ。むしろヴァルキリープロファイルは中二病の私にはぶっ刺さったから、あの大魔法の映像とか全部覚えてたからね、今でも多分言えそうだけど、さすがにそれはやめとくね。まあ、バズったかもね。買い物ですね。だから、アリウエさんの、オーケー、ファイナリティブラスト的なやつとかね、あとは、やっぱり若本さん好きだったから、あれなんだっけ、名前忘れたな、ジェイムズじゃなくて。なんだっけ、ジェイコブじゃなくて、あの名前忘れてた、さすがに。これが俺の最高の技だ、オーリーギルティブリークっていうあの感じがすげえ好きでしたね。よく真似してました。すげえ、ね、かなり語るやん、バルティープロファイル。まあ好きだったからね。結構くすぐられたね。スタッフさんとバルティープロファイルめっちゃ好きだったね、やっぱね。その反面、テイルズはあんまり触らなかったっていうね。まあ、あの辺はいろいろ関係性があったんだよね、いろいろね。テイルズ、ほんと最初のファンタジア、わかるぜ。テイルズシリーズもどっかでがっつりやりたいんだけど、今はなんかゲームソフトをまあ、いろいろやっていこうっていう企画をやってるんで、その中で触っていけたらなと思うんだよね。あと、スターウォーさんとかも、そう、スターウォーさんのなんかリメイク、リマスターじゃなくてなんだっけ、まあ、リメイクって言っていいのかな、なんか出るんですよね、いろいろと。ただ、スターウォーさんって、これネタバレになるからやめるか。私言うて、メインまで触ったのセカンドストーリーなんだよね。で、サードは、サードとか、ホースわかんないけど、は、あんまり触ってないんですよ。特にサードあたりからちょっと、いろいろとね、物理を醸すストーリーになってるということで、まあまあ、その辺はね、あんまり、まあ言うてネタバレも何も何年前の話じゃないかな、そうなんですけどね。さすがにスマッシュじゃないと倒せないよ。かわいい。でしかし倒せない。まあ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 。すげえ、なんかあれだな。でもなんかこの辺の話は結構したいんだよね。あの、スターオーシャン1のさ、あのロニキスさんがね、弓を打つバグ技みたいなのがあったんだけど、あれね、誰も知らないんだよね。結構当時でもないけど、BBS とかが盛んだった時代、ネットの。そういう時代があったんですけど、そういう時に、まだあのネットマナーも知らねえようなガキが、なんかこういろいろね、お勉強しながらやってたんですけど、あれですよ、その時にね、結構そういうなんかゲーム専用のサイトとかがよくあった、盛んだったんですよね、攻略サイトとかがね。そこでやっぱそこの掲示板とかで話をいろいろしたんだけど、スターオーシャンとかね、そのトライエース系のサイトもあって、もう多分今ないだろうけどね。その辺でね、結構いろいろとね、そういうバグ報告があったりとかなんかいろいろあって、そこで言ってみたんだけど、誰一人知らなかったっていうね。これはむしろ実はそれ単体で動画のネタにしようかと思ったんだけど、なんだ再現するかどうか試したいよね。またスーパーファミコン。ああ、でも、いけるか。
そうだね、今レトロフリーク買ったんで、うん、通販のスターウォーズさんやってみればワンチャン。でも再現性結構あれ難しいんだよね。で、何の話したんだよって話だけどね。スクストトーク全然しねえ。スクストトークか。うん。寝てるのなんでやるか、まあ。この辺の話題はね、知ってる人はくすぐられそうだけど、知らない人には全くわからんからね。あんまりしない方がいいかな。うん、まあまあまあ。まあ、たまには語らせてくださいよっていう。さてと、ヘデルのランドをやるかい。しかし、眠いので、あんまりいい結果が出ないでしょうが。とりあえず、エタルのニューラン、久しぶりにやるか。では、始めるでしょ。ほらほらほら。目指すわ。あれ、私100万を超えたんだよね。そうそうそう。100万を超えました。次は、次の目標は400万ですね。400万を超えなきゃいけない。フランス3位勝つために。それはちょっと、とりあえず150万か。150万にしようか。このゲーム果たしなきゃいけるからね。実際どこまでいけるのか、実際それは先が見てみたいよね。正直なところ言うと、実際どうなんですかね。一番すごいプレイヤーさんは一体何本までいけるのか、何だか1000万スコアとかがいくことがあるのか、見てみたいよね。うん、私気になります。実際これね、あのジェム的なジェムだかジュエルだかわかんないけど、それを拾い続けていくとタイムが加算されて、さらにこのフィーバーもあるんですよね。しっかりと全部取っていくとフィーバータイムに突入して、でまたこのタイムが残り時間が加算されていくシステムとなっております。なのでこの残り時間が尽きない限り永遠に遊ぶことができる。嘘ついた、まあ、残り時間が尽きるか、もしくは、こう何か障害物に当たってやられてしまうまでですけどね。うん、無敵要素がないからね。うん。ひたすらに避けつつ、さらにこれも、このジェーム的なのも回収していかなきゃいけないという。うん。なかなかハードルが高いゲームなんだけど、実際こうやってやるとタイム減らないんだよね。で、またタイム減ってきたかなっていうあたりで、またフィーバーに入って、タイムが復活してる。あ、なんか久しぶりにやる割には悪くないね。危ねえ、今。危なかったかもしれない。フィーバーがなければ即死だったかもしれない。うん。重くない私、自画自賛。うん。これでもう半分来ましたからね、今のハイスコア。あ、なんか意外とセンスがいいんじゃない？なんかこの人が久しぶりにやるとさ、意外としっくりくる時ってあるよね、なんか。うん。一回スランプとかに陥ることもあるから、一回こうちょっと、なんていうか、間を空けるというかさ。うまくない？うまくない？あ。でも、まだ、まだやられてないからね。うまくない？うまくない？私。どうしたの？うま。あ、はい。調子になりました。ちょっとうまかったな。うまかったですね。うまおでしたね、うまお。これやっぱマリさんで。マリさんが多分神だと思うんだよな。マリさん使えば、あ、私のやり方だけどね。うん。マリーさんだったら多分もうエグストできるんだよな。もう簡単。うん。簡単、マリマリさん。ちょっと待って。ちょっと待って。あれ？ちょっと待ってね。うん。ほら。あんま調子に乗るといいことないからね。あ、絶妙か。これ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 。あれ？おかしいな。今のはちょっと違ったね。次で終わるね。うん。あんまりダラダラしてもらわないんで。一緒に行こう。じゃあ、今のなし。今のノーカン。ノーカン、ノーカン。一旦もがちノーカン。ほら。あ、右側か。いや、それはハードルが。うめえ。うますぎる。ほら。ほら。右側強いかな、マリさん。どっちともいけるぞ、マリさんなら。あ、惜しい、あり。まだ今度やろうね。あとは？たまにはそんなこともやるか。台風は長いからな。フィッシングはもう一通り終わった。水切れするのもやるか。誰が強いんだろう。とりあえずさ、小春ちゃん、あ、小春ちゃんこの間やったっけ。小春ちゃんでもあんま強くなそうなんだよね。でもやっぱ身長が高くて、これは多分パワーキャラが、おい、なんかどこ行ってんの。あかん。あかんあかん。ウルタンヤちゃんとかね、ヨウキンとか強いんだろうな。あった。あ、でも、なんか小春ちゃん粘り強いな。ウィーン。リトライ。あ、リトライ機能。ったなた今だ、放てい、お同時撃上がって。
あせっかく同時撃破初めて出したっぽいのに、これは勝ちたかったな。同時撃破ボーナス2人だと6000か。よーいスタート。ああ、この剣奥が吹けんだよ、奥が吹けんだ。いやもうなんか諦めちゃった、ちょっと諦めるの早いか。でももうダメなんだよね、ダメなんですよこれ。よろめきとか使う、よろめきつけない、攻撃されない、ノーダメージ、でさらにタイムを残しまくって勝つ。おい、こんなん1万とかしかいかないんじゃないですかね。えこんなんダメなんですよ。7万ぐらいまで行くんですよね、これと。最大値と。どうじ、あれ待って待って、チャージってだ。今だ。ああ、今2人で戻してたら、噛んじゃった。強すぎる。相手も弱くする必要があるんじゃないかって話なんだよね。小春さん弱すぎないか。小春さんちょっと弱いぞ。耐久性にかける。なんで巻き込まれた。2秒で終わる。出会って2秒で終わる。チャージされている。マジさんとかもガチで強いんじゃないかな。パーティー編成が悪い。なんかもう、ちびっこ軍団でやろうぜ。でも、イオチンとか使って、これはね、実際あるんだよ。ありますよ。選択。対戦メンバーじゃなくて、自分のキャラはプレイヤー変えたいんだけど、プレイヤーを変えるにはどうしたら、イオチン使います。そして、対戦メンバーを、さとかちゃん、あかっぴ、ピッカちゃん、こおりちゃん。このメンバーかな。いや、もうちょっとちっちゃい子おらんかったっけ。マッホーはでも、ゆいちゃんもちっちゃいか。ちょっとピッカちゃんちっちゃいかもしれない。3人目変えたい。どうやって変えたい？今一周すんだか。あ、一周とか今入れ替わったのね。で次、赤っていうのとかいるかのか。じゃあ、いかがというところで入れてみますか。これなら勝てるかもしれない。うぃー。全然よろめかない。あ、強いっていうか、みんなが弱い。みんな弱いぞ、これ。これあるぞ。これは2万だもんな。今、火ダメとよろめき。あ、今食らった？あら、負けた。意外と、伏兵が。もう寒い。そうそう、寒い時期に。あら、私が下手なんだよ。知ってるんだ。同時撃破がやはり欲しいよね。でもないんだよな。あ、よろめいちゃった。よろめいちゃった。でも、そうなんなら負けちゃう。おいおい、あ、同時撃破したかったね、今ね。強、あれ、アコッティが強い。アコッティ強いぞ。マジか。アコッティ、伏兵か。うわ、さとかちゃんも強い。嘘やろ。ジャバジャバとかないか。思ったら、イオチンが強くないんじゃないか。これ、そういうことか。イオチン、実はあんまお尻強くないかな。みんながだいぶ密集してるところで、あ、この辺私そのセンスない。5万は出したんだよ、5万は。え、待って、いや、強っ。待って、違う、イオティン弱くない？また今度ちょっと研究しよう。イオティンが弱いのかもしれない、もしかしたら。はい、じゃあ今回この辺にさせましょう。お疲れ様でした。まあ、よかったら皆さんもね、エーテルノランド遊んでみてください。よければね、私の気力にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まあ、言うほど強ないけどね。まあでもそこそこやってる方だと思うけどね。まあバラの方は多分良くない。1万ぐらいいかなきゃダメじゃない？わかんないけど。水切れドンは5万2500。まあ悪くないと思う。多分最高スコアが多分7万ぐらいだと思うんだよね、これ。エデルニアランは果てしないっぽいんだけど、まあ100万はそこそこのライン、まあ最低ボーダーとは言わないけど、そこそこのボーダーだと思う。なんでフィッシングは極めましたね、一応。ただあとは、キングサイズの、更新をするだけ。ライフは多分低い。フィギュアスケートよくわかんない。ランシューティング。あ、フィギュアスケート一応これあれか。フルコンフルパーフェクトはやったんだけど、あとリズムだ。リズム合わせすれば多分もうちょっと伸びるね。7万はいくかな、多分。ランシューティングはわかんない。まだ、
これは多分あのパーフェクト取ってないと思うんで、まだまだ伸びるね。でボーリングはエクストラがあるんだけどね、300超えてからそっからが先なんだけど、まだエクストラに入ったことないっす。そのボールは私苦手です。多分弱いっす、この記録は。いや、そんな感じです。お疲れ様でした。さようなら。